ペガサスプラスイースポで群馬を元気に。この番組は糸井商事の提供でお送りします。ペガサスプラスイースポで群馬を元気に。この番組は群馬初のプロ野球チームルートイン BC リーグ群馬ダイヤモンドペガサスと今話題の e スポーツで群馬をもっと元気にもっと楽しくしていこうという情報番組です。ナビゲーターの松本明子です。今週も群馬ダイヤモンドペガサスの情報をお届けします。7月16日荒川球場で新潟アルビレックスベースボールクラブとのビジター戦が開催されました。ペガサスは初回に先制点を奪うもその裏すぐに逆転されます。3回には井口のホームランで同点、5回には日下部のスリーベースヒットなどで1点を追加し逆転、3対2としますが、6回裏先発田中の連続デッドボールなどで出塁を許すとリリーフ陣もヒットを許し3失点、再び逆転を許してしまいます。ペガサスは7回9回にもランナーを3塁まで進めチャンスを作りますが、あと1本が出ず、そのまま悔しい敗戦となりました。しかしこの試合で井口が2安打を放ち、7月16日終了現在1000本安打まであと13本となっています。またチームは7月16日終了現在北地区3位、2位の新潟とは4ゲーム差となっています。ウィークリーピックアップ、このコーナーはイベント情報などをピックアップしてお届けします。今週は7月22日の綱島サポートマッチをピックアップ。7月22日土曜日、高崎市城南野球場で午後1時プレイボール、シナノグランセローズとの試合は綱島サポートマッチとして開催されます。この日はビジョンも特別バージョン、選手たちの制服写真でスタメン紹介をします。さらに大人気の企画ふれあいキャッチボールがこの試合から再開します。試合前のグラウンドで選手たちと一緒にキャッチボールをしに、ぜひ球場へ足を運んでください。また今シーズンのペガサスの試合は制服の綱島サポートのもと、お子様の入場は無料となっています。皆様のご来場お待ちしています。以上、ウィークリーピックアップのコーナーでした。これまでの放送は群馬ダイヤモンドペガサス公式 YouTube チャンネル、ペガサスチャンネルで配信中です。そちらもチェックしてください。それではまた来週。この番組は糸井商事の提供でお送りしました。